Space Monkeys TV。 さあ、玉井さん。何？今から上州屋という釣り屋さんに行きます。あ、そこじゃん。そうそう、すぐそこ。セール品になってる安いルアーたちあるじゃないですか、売れ残ってるやつ。そういうのでもね、バスってね、釣れるんですよ。で、それをね、2000円分たまに選んでもらって、どんなもの選んだかっていうのをレビューしつつ、ちょっと釣りをしようかなと思います。よろしいですか？はい。結構ね、奇想天外なね、面白いルアーが売ってるんで、これいいじゃん、これ面白いじゃん、私これ好きっていうの買ってもらいます。到着しました、上州屋。上州屋さん安いからね。で、新世紀も早いっす。初めて？ここ。昔来なかった？うちの親父と。来ない来ない。覚えがない。親父にね、ここも、あ、そう、あ、昔はね、アウトドアなんとかだったんだ。うん。うん、そう、名前がね。で、上司なんだった。行くぞー。店内は音声だけお伝えします。行ってらっしゃーい。な、グロテスクだね。いや、いいじゃないですか、グロテスク。いい、これ見てる。シナモンチェリーだ。それカラーだな。色だな。シナモンチェリーだ。シナモンはシナモンだろう。シナモンってどういう意味？ありがとうございます。玉井さん、3つ買いましたね。使いました。シナモンでチェリー。なんでそのシナモンチェリーって。なんだろうな。はい、次。いつも買ってるキャスティング。ここはね、2点ぐらいかな。今もう1300円買っちゃってるんで、あと700円ぐらい。よし、行ってらっしゃい。じゃあねこれ使ったんだ。ポチポチをじゃでもなくなっちゃうかもしれない。安売りしてるから今あ、エッグしかない。そうじゃあ帰りちょっと一回ゴーゴーランプペカラすりゃ問題ないでしょ。間違いないよね。ゴーゴーランプつけば。はい、買ってきました。でも見せちゃってるけどね。どえりゃものを買ったね。誰趣味で買ったのそれ。私とりあえずいろいろ買ってきたものを家に帰ってレビューします。で、玉江はちょっと家に届けますね。パチンコ行きたいらしいんで。ゴーゴーランプで光らせて、なんかポチっていうルアーだけ、あと、うん、あれが欲しいって言ったよね。あれかわいい。それ予算オーバーで買えなかったんですけど、はい、とりあえず買えたもの全部入れましたんで、これをレビューします。で、実況はまたね、別の機会にやりたいですね。まあ今日も、まあいいよ、使うよ、早速明日から使ってみたいな、うん、とりあえず何を買ったか家に帰って、レビューします。さあ、それでは一体玉井が一体どんなものを選んだのか。バス釣りをやらないばあさんがセンスだけで2000円渡したらどんなものを買ってくるのかっていうのがこの動画で証明されます。いや、だいぶ楽しかったですけどね。ちなみにですね、本日の土曜日と明日の日曜日ですけど、甲府昭和店キャスティングでガンクラフトのこういったイベントもやってますので、ぜひ皆さんお越しになってください。自分たちも多分明日は午前中釣りやって、午後の1時2時あたりから、ちょっと釣りね、キャスティング釣り終わったあたりちょっと寄ろうかななんて思ってますので、ぜひ会えたらよろしくお願いします。ってところで、玉井が一体どんなものを買ってきたのか、正直俺もちょろちょろって見たんですけど、ほとんどがね、見てないんで、楽しみです。行ってみましょう。さあ、まず一つ目、シナモンチェリーっていうルアーだぞって言ってたのが、これのことでした。ロデオクラフトから出てます、RC エビちゃんっていうものですね。で、カラーがシナモンチェリーだったみたい。これ何なんだろうね。ちょっと開けてみましょうか。価格は495円、元値がいくらだろう。ちょっと剥がして見てみましょうか。価格がですね、750円。多分コーヒー中。はあ、なるほど。こんな感じでラバーが刺してある。ラバーチューンしてあるね。さあ、こんな感じでラバーになってます。前と後ろにラバーがたくさんついてますね。で、尻尾の方に長い足長手長、逆でもいいのか。あ、バックスライドとしても使えるぞ、これ。重さは結構ある。なるほどね。こっち側がね、触覚とハサミでもいいし、お尻のが重いから、こっち向きにラインアイをつければバックスライドもできる。で、こっちから針をつけることによって、ズル引きもできるんだ。あ、これ結構いいかも。これ釣れるやつだわ。玉井曰く、ピンク色が可愛かったから買った。あと名前がシナモンチェリーだからっていう。まあ、女性らしいよな。女性らしい。ただ、こんなので釣れるのと言ってた。よし、ね、これぜひ釣って見せてやりたいね。まあ、これがまず一つ目。続いてはこちら。ガンクラウトシェイプス 2.5 インチ。価格は495円。安い。500円切ってます。税込みで495円。安いっすね。で、なんか、出来レースっぽいなって感じじゃないですか。俺がガンクラフト進めたん違いますと思ったら、じゃないんすよ。ガチでこれを握ってて、何が決め手だったかって言ったら、カラーの名前が、ラッキーブラウンゴールドラメなんですよ、これ。そのナンバーが、
777だから買ったんだって。玉井はですね、もう昔からねパチンコパチスロ大好きなね女性だったんですよ。まあ今おばあちゃんなんですけど、でこのラッキーブランドゴールドラメっていうカラーが777だから買ったんだって。でこれ買ったらもしかしたらなんかゴーゴーランプ光るかななんて言ってましたけどね。目押しもできないのに北斗の剣が大好きです。スロットのこれはよくね、山中湖の放流があった時にヘビキャラで使っててよく釣れたやつですね。まあちょっと久しぶりに使ってみようかな。ラッキーブラウンゴールドラメでデカバスの幸運をよみがえれって感じですね。なかなかセンスがいいものが続きますね。で続いてがこちら、ハイドアップから登場スタッカーオリジナル 2.5インチ。これがね、多分なんですけど、シェイプスと一緒にこうやって置いてあったんじゃないかな。で、これが魚の格好してるけど、これはグロテスクだね、つって買ってた。これ価格は396円。安いね。で、結構いっぱい入ってるし、まあ、これをダウンショットで使いつつ、まあ、これを、まあ、ウェイテッドリグとして使うのもありかなと思います。ちょっと開けてみましょう。まあ、396円だと基本的に安いかなと思います。ほぼほぼワンコインなんでね。で、入ってる数が、1,2,3,4,5,6,7 つ入り。で、このカラー、ブルーギルカラー。俺の好きはブルーギルカラーです。まあ、これ間違いなくね、ちっちゃいウェイテッド。伊藤森ウェイテッドにしてもいいサイズだし、まあ、今本当に、どのフィールドに行ってもこのぐらいのベイト、たくさんいるからね、間違いないやつです。いや、なんかここまでがちょっと、なんか、やばいというか、普通に釣れちゃうものばっか、玉井チョイスしてくれて、俺らとしてはめっちゃ助かるぞ。これで2000円はありだね。次が、こちら。キャスティングで購入しました。92円の、何これ?なんだこれ?なんでこんなの買ってきたんだろうね。ロッキーブロック。ロッキーブロックシンカーってやつです。なんでこれ買ってきたのか、ちょっと謎ですけど、なんか石が売ってた、つって買ってきた。なんか水槽に入れる石と勘違いしたのかななんて思ったんですけど、これね、ダウンショットシンカーなんだって。ちょっと見てみます。なんだこれと思ったんですけど、あのね、天然の石にラインアイをつけて、こんな感じでダウンショットシンカーになってるんですよ。これやばいね。もうなんか重さとかわかんない、でかさとかも違うし、バラバラ、こんな感じになってます。もう石っすね。でもある意味これってさ、その自然に溶け込むからさ、違和感ないんだよね、きっと。まあ、それを狙いにしたすごい SDGs 的なシンカーですね。でも実際にね、こういうなんていうのかな、本当に海外とかでも石を重りにしてやるっていうのもあるし、あと誰だっけ、確かフィッシングギャングあずささんがガンクラフトの平場社長とコラボした時に、シェイプスじゃねえ、あれだ、ジョイテッドクロー70をダウンショットにして、石のを重りにしやってたんだよね。でもそれって結構伝統的な調法としてあるから、ありだね。で、これが最後、石重りと一緒に買ってきたのは、これ、キャスティングで購入しました。デビルスイマー。これがね、990円だったんですよ。これ安くないですか?デビルスイマーだよ。普通に店頭に置いてあるぜ。なんで安売りされたんだろう。元の値段見てみよう。用紙剥がせました。元値1650円ですよ。安すぎるでしょ。ね、しかも、すげえ派手なカラーを選んだね。なんか、あと何色があったのって聞いたんだけど、あと、真っ赤っかとこれがあった。でも私派手だからこっちの方が綺麗かなと思って買ってきたっつって、これですって。で、なんで、まあ、この選んでしょ、これにから、ね、デビルスイマーなんか選んだのって言ったら、一番魚っぽかったからだって。まあ、ルアーをあまり知らないね、おばあちゃんにルアーを2000円分買わせたら結局最終的にこれになったと。で、色もなんか派手で綺麗だから、だって。お、すげえ。かっこいい。デビルスイマーのこの手触り知ってます？リアルカラーでね、ちょっとね、ワーム素材とちょっと違うんだよね。なんかね、こう、なんていうの？スカスカしてて、不思議な手触りで、生めかしく動くんだよねって感じで。たまえ、ナイスチョイスだよ。ちょっとこれは、やっぱりジョーカーの期待出さなきゃいかんすね。ということで、検証。全くと言っていいほどバスルアーを知らないおばあちゃんに、店で売れ残ってる大特価のルアー2000円分買ってきてというような、ことをやったら、なかなかいいルアーをチョイスしてきてくれたという感じですね。まあいろいろ多分店員さんに聞いたりも、まあ俺も聞いたんだけど、ほぼ俺はなかなか見ないように、あまり関わらないようにしてて、ね、携帯だけ持たせて、音声オンリーだけ撮らせていただきました。って感じでですね、これは答えなきゃいけないな、てか答えられるルアーばっかなんでね、早速ね、これで釣り行きたいと思いますが、
結構俺自信あるかもしれないって感じで、実況はねまた後日、撮影して、放送いたしたいと思います。なかなか良かった。皆さんもちょっとやってみてはいかがでしょうか。全くバッスル知らない人に5000円ぐらい渡してなんかルアー適当に買ってきてみたいなの任せたら結構おもろいかもしれないですよ。ってことで、楽しみましたでしょうか。次、実況に続く。